年末年始ずっと家にいた方、エアコンがなんか変な動きしたことなかったですか？おそらくこれ霜取り運転っていう動きなんですけどね、暖房をずっと使っているとですね、エアコンの室外機がですねこのように凍りつくんですよ。それを溶かす運転を霜取り運転って言って、室内機がね止まって羽が閉じちゃったりとかしてね、で室外機の方から変な音をして、時には煙がじわーっと出てくる。これねお客さんがね警察呼ばれたぐらいねなっちゃったんですけどね、これで、ね、時々そういう運転がするんで、これね正常な運転なんですよ。壊れてません。でね、これ雪が降るとね、特にこれが激しくてですね、1時間に数回それが起きます。で結果的に効かなくなっちゃうんですけどね。そうなるとエアコンを壊れたと思って、翌日にね電気屋さん行ってね、もう買い替えたいっていう人いっぱい来るんですけど、まあ、私は壊れてないよっていうのはね納得してもらうんですけど、まあこれ量販店行っちゃうと普通に買わされてしまいますんでね。なので、雪が降った翌日はですね、冷静になってもう一度運転を確認してみると、おそらく壊れてないと思うんでね、買い替える必要ないと思いますからね。